今回、国見高校 OB 会長になりました、小田浩二です。なったばっかりでですね、活動という活動がちょっと今先輩方にいろいろ教えてもらってですね、国見高校現役の選手をですね、より一層こうバックアップというか少しでも力になれるように頑張っていきたいと思っております。これを通じてですね、全国の 方々にもですね、もう一度国見高校というのをですね、知ってもらうためにも、菊田さんもこうやってこういうチャンネルを作っていただいてですね、一緒に発信していきたいと思いますので、先輩方はじめ後輩の皆さんも写真やら昔の写真とかそういう話をもし仲間と一緒に会う機会があって送れるようだったら、こういう動画でも撮ってですね、送ってもらって、ぜひ皆さんでもう一回国見高校を全国へという思いを持ってですね、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。